皆さんこんばんは。こんばんは。いただきましたので、私の方から今紹介いただきましたテーマの問題でお話をさせていただきたいと思います。で、これね、去年のですね、文科省が調査した内容ですけど、去年のいじめは日本で 24,540 件あったよと言われてまして、前年増ということになっています。こんだけ言われていても、まあ、前年増じゃない、まあ、会社でも学校でもそうなんですが、人権問題になっちゃうんですよということですね。まあ、セクハラとかそういう風になっていくので、気をつけないといけないですよと言って、性同一性障害って何なのってことなんですが、体の性別と心の性別が一致しないということから、苦痛や苦悩が生じている状態をいう精神医学上の疾患名。じゃあ、ハルナみたいな性同一性障害ではというと下回るってことになる。図的にはですね、ここにピンクの体と心の性が一致しないので、ここに一応止まった状態で、でこのちゃん私は生徒に接触を挙げて手を挙げる人がいないんで分からないんですが、そういう中で一生懸命調査してくれた北海道の団体さんがいて、その方々によると4万6000人ぐらいいるんじゃないかと、まあ、いうことですね。でこの4万6000人って人はいろんな貢献のある人がある、まあ、それが団体やっぱり大人の人もいますので、取りまとめた人権問題というのは、大体性同一性障害の人の生きにくさという人権問題を伝わるんじゃないかと。これを関係問題の中で、もしこのような人たちが皆さんの周りにいたらとかね、あとそんなような人が自分の交流関係に入ってきたらどういうふうに対応していったらいいのということで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、まずは当事者の味方にあってあげてほしいよということです。いい考えです。誰のせいでもないんですよ。ただ誰のためにこの子を守っていくのは誰なんですかということ、こういう人でも人生があるんですよ。そういうことを分かってあげてほしいんです。まあ、というふうに思います。まあ、あとまとめとして、LGBT の当事者は日本に 7.6% あるんだよ、さっき言った通りですね。まあ、ということです。で、LGBT に配慮した環境を作るのは 92.4% の当事者じゃない方々なんですよと。まあ、こういう方々をうまくね、使っていくことによって、自治体とかね、まあ、いろんな会社が受けるメリットっていうのは大きいよということです。だってもう人権問題になってるわけですから、差別しちゃダメよ。あと法律もできるわけですから、まあ、こういった人たちをうまく使うことによって評価がありますので、そうですね、いろんな学校に行って、こういう、まあ、今日みたいな難しい話じゃないですよ、中学生にも分かりやすい話でやってるということで、まあ、こんなような活動をして、皆さんに対して生きやすい、少しでも偏見ない時代を目指すというような活動をやっています。まあ、そんなことでね、ちょうど時間も来たので、私の時間を終わらせていただきます。ではね、これからリスナーメインに行きますので、メインの話と楽しんでいただければと思いますけどね。はい、皆さんこんばんは。ケーシー公演のリスナーメインです。今ね、春田さんの話の中でもあったように、今、保育会、中学校とか小中高かで保育会行ったりだとかしてるんですけど、本当にね、そこに行って感じるのは、ついさっき、お母さんとお父さんは絶対言わないでくださいねっていうようなことを、僕はお母さんとお父さんに言われたことがあるんです。でも、お父さんとお母さんはいけないわけじゃなくて、そういった時代に生まれてきて育ってきたからこそ知らなかったことなんですね。でだけれども今こうやって自分が活動していることを一生懸命応援してくれているのもお父さんとお母さん で本当に人を愛するっていうことは、自分は多分愛されてないとは思ってなくて、お父さんとお母さんすごく愛してくれてるんだろうなっていうのを感じて生きていたので、本当に愛するっていうことの力ってすごいなって思ってるんです。で僕が
終了といたします。はい、講師の皆様、お疲れ様でした。